Thank you.
大輔さんです。ようこそ。ようこそ。よく試合だと思いますし、このようなサポーターの方々の前で、まあ、勝利して AC量を決めること、第2位は第2節名古屋から宮沢選手あっての宮沢キャプテンは大丈夫ですよ。早くなって広くなった今のヒットも、この間の試合の右中間のホームランもですね、少し刺さる大前選手は身長もありますしリーチもありますよね。そういうことだというのは高めにウィークポイントが入ってくる。美味しいとこだけ絞る特別なビールです。キリン一番絞り。18分には縦パスに抜け出したパトリック。ということで結果はフロンターレが我慢強く展開を捉えて4対1の勝利となりました。そしてフロンターレはほぼ決まり、引き分けでもボルティス引き分け以下、負けてもボルティス負けでは2対0で勝ったら結構大きかった今というふうに最終節はなっています。前節降格が決まったアビスパは22分
前からのクロスに You look at it.